おはようございます。時事要蔵です。本日はですね、こちらにあります第41回ですね、知的財産管理士試験ですね、3級の学科試験をちょっとこれがですね、2022年3月13日がこの試験がありました。この結果がですね、もう今日が3月14日翌日なんですけど、正午からですね、この回答がですね発表されています。まあ、それをちょっと採点 しましたらですね、まあ、ちょっと、まあ、100% 正確ではないと思いますけど、一応ですね、これのここにいろいろ問題がありますからですね、ここにあと自分が回答したのをこう例えば16万だったらあとかこう印つけていますから、それを採点しましたところですね、採点しましたところ、まあ一応これがですね、3級学科試験管理業務ですね、満点の 70% 以上ですから、まあ70点以上ということで、まあ採点しましたらですね、まあちょっとまあもうちょっと余裕があった方がいいんですけど、一応ですね、30問ありまして、そのうちの21問が正解ということで、まあ、この回答欄から見て出ました。まあ21ということは70点ギリギリだということにちょっとなります。まあ、最終的にはですね、まあ来月にですね正式に発表されるんですけど、今日ですね、2022年4月12日の正午にですね、正解の答えが出ましたので、それを採点して、一応30分の21ということで、まあ70点取れたというところです。本当はですね、もうちょっと余裕あればはっきり合格と自分で言えるんですけどね、21点ギリギリですからね、ちょっと私がこれ回答にですね、丸付けを間違ったとか、こう塗りつぶしとかがですね、まあ、一応自分としては 100% この通り書いたという自信はあるんですけど、最終確認がですね、ちょっと連絡が来るまでちょっと待ちたいと思います。一応ですね、もうギリ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 チョンでですね、まあ、合格という点数にはなってます、なってますけど、正式に合格がですね案内が来るまでちょっと心配というところですね。一応これがですね、私が、まあ、3級ですからね、3級受けたのではですね、学科試験とですね、学科試験と実技試験があります。そのうちの学科試験を受けました。一応これが合格だとすればですね、今度は7月にですねあります。7月にあるのが時ですね、この実技試験を受けたいと思ってます。まあそういう感じで、これでですね点数をちょっとしたというところですね、非常に微妙なとこですね。まあ試験に来られた人もほとんどまあ一緒だと思うんですけどね、まあこういうここのテキストでまあされていらっしゃると思います。あとホームページにですね載ってるですね過去問ですね、一応ですね、まあこれで見れば、画面見ればですね、40回ですね、40回、39回、38回までの過去問はです、これの、書いてあります知的財産管理のですね、こちらのホームページに載ってますから、まあ、そちらとこの本で勉強されたと思います。ちょっともう今月ですねなってからなかなかですね勉強がはかどらなくてですね、まあ、最後の追い込みができなかったということですね。まあ、だから今までの過去問で、まあ40回、39回、38回でしたところにはですね、大体70点以上は取れていたんですけど、この今回の41回のですね問題というのは初体験ですからね、初体験ですから、まあ、ちょっとギリギリの21点、まあ、70点ギリギリというところで一応採点は出てます。だからあとはこの連絡を待ちたいというところです。まあそれとですね、こちらの試験会場がですね福岡で今回ありました。まあ
私は熊本ですからね、福岡まで行って試験受けてきました。まあ時間はよ、問題の時間は45分間なんですけどね、まあそういうところで一応ですね、この学科試験ですね、まあ70点以上取れたというところで一応終わりました。もう最悪の場合ですね、こいつのミスでですね、落ちてるかもしれません。もうまあ一応ですね、70点取れたということで、もう気持ちがですね、なんともこう表現しにくいんですけど、まあまあ合格の通知を待ちたいと思います。まあそういうところでですね、終わりたいと思います。最後までですね、見ていただき方ありがとうございました。それとチャンネル登録もぜひよろしくということで終わります。本当ありがとうございました。どうも失礼します。